どうも、こやっとさわです。入江健です。今回はお盆休みや夏休みなど観光で鹿児島に来られる方必見、鹿児島観光でぜひ食べていただきたいトントロラーメン本店さんに3年ぶりの再訪問をさせていただきました。相変わらずとろけるチャーシューがうまい一杯、最後までお楽しみください。鹿児島市電高見馬場電停から徒歩5分くらいのところにあります、鹿児島市梶谷町鹿児島ラーメントントロ本店さんにお邪魔します。こちらがトントロさんの発見記になります。今回この中から半熟卵入りトントロラーメンの波をチャーシュー飯をプッシュしました。しばらく待っていると着丼です。そしてチャーシュー飯も到着です。さあ、いただきますということで、まずはスープから。いや、やっぱこのスープうま。深みのあるあっさりしたスープに魚介だしの旨味とコクが感じられるスープ。スープのベースは鹿児島黒豚と鶏ガラ、そこにカツオなどの魚介の旨味をブレンド。黒豚をじっくり丁寧に炊き上げたスープは口当たりもよく滑らか、滑らかにスルスルといけるうまいスープ。一回レンゲを差し込むとその手が止まんなくなってきます。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太ストレート麺。いやいや、この麺もうまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、ちょうどいいコシにもっちり食感。スープと麺との相性がよく、しっかりスープを持ち上げ口まで運ぶとスープのうまみがぐわっと口の中に広がり、麺のもっちり感とともにこのうまさを楽しめることは間違いなし。このつるもち食感でうまい麺は喉越しもいいので、じゃんじゃんズバズバといけるうまいやつ。そんなうまい麺を食べた後はこちらのチャーシュー飯をいただきます。半熟卵を溶いて、そのままチャーシューと一緒にご飯を溶いていき、そして混ぜた後のご飯を食べると、いや、このチャーシュー飯めちゃめちゃうまい。フレーク状態になったチャーシューがご飯としっかり絡み合い、さらに半熟卵もしっかり絡みます。そこに少し濃いめの醤油だれがまたうまさを引き立ててくれます。そんなうまいチャーシュー飯の後はスープをすすてき、いや、このトントロラーメンさんのこのスープやっぱうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー、いや、やっぱこのチャーシューめちゃめちゃうまい。豚一頭からわずかしか取れない首の部位、安定の超柔らか食感、ほどけるように口の中でとろっと溶けていきます。そんなうまいチャーシューの後は再度こちらのチャーシュー飯をかっくらっていき、一気に食べ進んでいき、チャーシュー飯は完食です。そんなうまいチャーシュー飯の余韻に浸ることなく、じゃんじゃんバリバリズバズバと麺をすすっていけば、中盤から終盤に差し掛かってもこのうまさに没入し、スパークしながら食べていきます。最後の一口の麺をパクリといただいたならば、次はスープにしっかり浸した味玉をパクリといただいちゃいます。いや、この味玉すっげーうまい。
スープにしっかり浸した味玉はちょうどいい半熟具合でスープとの相性は抜群。そんな鹿児島ラーメントントロ本店さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ本日も完食です。観光客だけでなく鹿児島県民にも親しく愛される鹿児島ラーメントントロさん、 SNS を眺めていると観光で来られた方々の口コミも多いようなので、この夏休みなどの思い出作りにお召し上がりにお出かけしてみてはいかがでしょうか。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。